皆さんこんにちは、あかりです。今日の動画では海外へ持ってきてよかったものと持ってこなくてよかったものをご紹介したいと思います。今日本ではコロナの規制がだんだん緩和されてきて、で、まあ、今後海外へ留学をしたいと考えている方々や、また、海外へ遊びに行かれる方で、日本人に何かお土産を持っていきたいと考えていらっしゃる方々がもしかしたらいるんじゃないかなと思います。そこでこれは絶対海外へ持ってきたらもう絶対使えるぞっていうものを皆さんにご紹介したいと思います。それでは早速参りましょう。まず一つ目ですね、だし系の、調味料ですね。まずこれでしょ、あとこれ昆布だし、あとはまあ本だし、これ皆さんの家庭にもありますよね、ありますよね。あとはうどんのスープの素、簡単だしパック、あごだし、これは、裏に書いてるんですけどこんな感じですね。実はまだこれもったいなくてまだ開けてません。でも賞味期限は、2023年1月もうすぐじゃん、やばい食べないと。はい、次ですね。次は、ふりかけ、ふりかけです。やっぱり海外で売ってるお米って美味しくはない。すいません、海外で作られてる方ごめんなさい。やっぱり日本育ちの私にとってはやっぱ日本のお米が一番なんですよね。じゃん、ふりかけこれでしょ、かつお、わかな、梅じそ、明太子、うなぎふりかけ、男梅、これは皆さん大好きのり玉、名前がいっぱいあるやつ、香り、ひろし、もちろんあかりですね、わさび、納豆ふりかけ、食べたいですね、いっぱい。もうこれはもう非常に助かっております、ありがとうございます。はい、次に、こちらインスタントのお味噌汁ですね。こちら、お味噌はバイオショップですとかアジアンショップにもちろん売ってるんですけど、これも高い、高くてやっぱりちょっとみたいな、買うかな買わないかなっていう感じになっちゃって結局買わないんですよ。買わないので、なのでお味噌汁をちょっとでも持ってくるともうお口の中が日本になります。はい、次はご飯のお供ですね。カレーに合う福神漬け、いやこれもですね、食べるタイミングをちょっと渋っていましたら賞味期限2022年、9月2日ということで、1ヶ月半ぐらい過ぎちゃってしまいます。すいません、でも食べます。はい、今日はなめこですね。これは売ってない、海外に。あと鮭のフレークですね。もうありがとうございます。団子の粉、白玉粉ですね。アジアンショップで見かけないんですよね、白玉の粉、なのでこれ持ってきてよかったなと思います。で、団子を持ってくるのであればきな粉ですね。ここヨーロッパ、クロアチアのショップには探したんですけど乾燥した大豆が売ってなくって、ちょっと探し足りないのかわからないんですけど、売ってないのであればやっぱ作れないじゃないですか。なのでこれ持ってきてよかったなってもう本当思いました。次にじゃじゃん、こちら本ですね。英語で日本について、文化だとかそういうのを紹介したい時にやっぱりこっちで日本語の本を買うってなかなか難しいんですよね。で、私紙の本が好きなのでこういうのを何冊か持っておくとやっぱ便利です。なので、まあ、本は紙派だよっていう方はこういったものを 1,2 冊持っていくと海外の人と話題作りになりますし、まあ、自分も英語力がちょっとでもアップするので、日本語と英語を書かれた本を持ってくるのはとってもおすすめです。ちなみに何が書いてあるかちょっとご紹介しますね。ラーメンについて書かれてます。わかりますか？
これを見るともう日本人としてちょっと恥ずかしくなりますね。私って全然日本のことを知らないんだなって思います。ラーメンの由来も書いてますね。知らない。江戸時代末期に開港した町で中華街ができ、中華風の麺料理が紹介されたのが始まりです。その後東京で中華そばとして人気が出たのをきっかけに全国に広まりました。皆さん知ってました？あとは、着物とかですね。着物、旅館に入る時の、マナーとか書いてます。はい。カレーのルーと、コーンクリームのシチュー。そのアジアンショップに、あることはあるんですけど、ただ、何のメーカーみたいな。本当に美味しいのっていう、やっぱり安心できる日本産のものを持ってきた方が、味の面で安心かなと思います。最後に、こちら。タラコスパゲッティですね。もう魚卵は、ここヨーロッパクロアチアでこう日頃食べる習慣がないので、お店に置いてることはもうほぼほぼないです。業務用の専門店ですとか、そういったところには瓶で売ってたりするんですけど、ただめちゃめちゃ高い。日本の2倍はします。なのでなかなかこう気軽に買おうと思わないので、たらこスパゲッティ、こういうのを何個か持っていったら便利だと思います。はい。続いて海外へ持ってこなくて良かったものですね。まず一つ目、調味料なんですけど、鶏ガラスープ、これ普通に売ってました。はい。次は、お好み焼きソース。これ作るの難しいのかなって思ってたら作れるんですね、普通に。で、さっきネットで調べたら、オイスターソースとケチャップと砂糖を混ぜたらお好み焼きソースできるみたいなんですよ。知らなかった。なのでこれは、持ってこなくても自分で作れちゃうので大丈夫です。はい。続きまして、爪切り。爪切りは海外へ来る前に調べたんですけど、なかなか海外の爪切りって切れないって聞いたんですよ。ただ普通に切れる。これ300円だったかな。爪切りは持ってこなくても大丈夫ですね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。大半が食べ物になってしまったんですけども、私の中で一番必須なのは出汁の粉末ですね。これがあればもう日本料理が何でも作れちゃうので、もうこれは重宝して私も毎日使ってます。また今後これも良かったなとかというものがあったら、また別の動画でご紹介したいと思います。少しでも参考になったなという方はグッドボタンを、また、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。バイバーイ。